え皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、えー、国土交通省建設市場整備課長の小笠原でございます。えー、平素から建設行政に多大なるご協力を賜りましてありがとうございます。また、あの大変皆さんも忙しい中、今日は大勢の方々にご参加をいただきまして、この他のセミナーが開催さ,されますこと、大変ありがたく思っております。改めて感謝申し上げます。 ご覧のとおり大変建設業に対して、えー、あの人がなかなか入らないといった状態にございます、あ私、冒頭5分ほどお話をして、その後建設行政の課題ということで、10分ほどお話をさせていただきますが、まず5分ほどのご挨拶の方でございます、若干あの講談のほとダブりますが、ご容赦ください。あの大変あのそういう建設業に人が入らない、赤手が来ないといった事態がございます。な、え、ぜ、ー、か やはりあの処遇が悪い休みが取りにくい生産性がなかなか上がらないそうした問題が多々ご指摘をされているところでございます。まあそうした中私ども今さまざまな取り組みを進めている中の一つに今回の多能工セミナー。えー 業務の効率化を図るとともに、一人一人の手,あの手取りをしっかりと上げていくといった取り組みを進めてまいりたいというふうなことで始めたものでございます。まあ、そうはいってもですね、私どもまだ手探りで、どこに何の問題があってということも、まだまだ分かっていないところもございます。皆さんの中にも、他の効果はいいけど、まず何をしたらいいんだろうというふうなお悩みをお抱えの方も結構いらっしゃると思います。まあ、そうした中、本日、えー、失礼します。大阪大学で土木を学ばれた後、 熊谷,組に熊谷組に入社され、技術者としてさまざまな工事に従事され、その後、コンサルタントとして独立され、他の子の生産性、向上にたくさんの試験をお持ちになっています、畑コンサルタント代表取締役の古畑先生、それから実際に他の子育成に積極的な取り組みを行ってございます、水谷工業の代表取締役、京極様のお二人に、今日講師としてお越し,お越しをいただきまして、建設業における 他の子における最新の情報あるいは企業の取り組みについてご紹介をいただくということでございます。本日の講演の中身が皆様方の企業の何かであの少しでも気づきになるようなことがあれば幸いでございます。で本日長時間になりますがよろしくお願いいたします。えっとそれではあの私の方からですね最初に。 えー、最近の産業建設行政あ、建設産業行政についてということで、お手物の音の方にですね。えー、っとパワーポイントの方をご用意しております。あのこちらの方をご覧いただきながらという風に思います。えー、っと資料をめくりまして、1ページでございますが、あの今年も大変災害が多くございました。北海道の地震あるいは？ 関西方面の風台風、豪雨、それから、まあ、中四国エリアにおける豪雨災害、こうしたものがたくさんございました、私ども建設、国土交通省といたしましては、建設産業は地域のインフラ整備、あるいはメンテナンスの担い手いで,であるとともに、まず最初に災害が起こったときに駆けつけていただく、あるいは応急復旧をしていただく大事な地域の守り手というふうな思いでございます。 まあ、そうした中で、えー、最近でこそまだ良くなってますが、えー、しばらくの間、民間も公共も大変建設投資が、えー、その制限された時期に若手が入らない、えー、経営が苦しい、まあ、こうした状況が、えー、非常に顕著になってきたということでございます、えー。数字で見てみますと、これもいろんなところで説明をしていますので、お分かりの方もいらした,ただいらっしゃるかもしれませんが、一番左の上のこの部分ですね。 330万人建設就業者がいると言われていますが60歳以上が4分の1、81万人います逆に30歳未満の数が12%、その半分しかいない、8分の1しかいないという状況です若者に入ってもらえない入ってもなかなかその続けていただけないというような状況にございます真ん中の上段、真ん中のところは賃金水準が他の製造業あるいは全産業に比べてもなかなか上がらない。 あるいは、えー、上段右の図は、えー、体力のピークが給与のピークになってしまっている建設あの作業に従事した経歴あるいはマネジメントというものがしっかりとその処遇に生かされていないというふうな実態がある さらにはです、ね、社会保険の加入もだいぶ進んできたと言われていますがまだまだ加入いただけていないところもあるということさらに、えー、右の2つでございますが休みがなかなか取りにくい週休2日がしっかり取れていないといったような状況にございます、えー、建設業の就業者の数でございますが平成9年ピーク685万人に比べまして4割ぐらい減っているというのが500万人ぐらい特に 建設技能者、職人と言われる方は平成9年のピークに比べまして、455万人から331人まで減っているというふうな状況でございます。さらに、これ、投資額とそれから就業者の数を比べております、まあ、先ほど申し上げたとおり、大変投資も減ってますが、人も減っていると、一番深刻なのは、平成10年ぐらいからですね、 実はこの投資の民間と公共の投資額を合わせると現在2019年に比べるとです2019年は2010年ぐらいに比べますと1.4倍ぐらいに増えてます1.4倍ぐらいに増えてるんですが実は人が全然変わっていないつまり1.4倍の仕事をその同じ人数でやっていると大変あのそういう意味では 休みが取りにくくなっているというふうな状況、長い時間働かされているという状況がはっきりしています。また、今後、労働基準法の改正で残業時間規制がかかります、ますますこれから人手不足が深刻化するというふうなことでございます。そうした中、私どもとしては、まず処遇を改善する、その中の一つとして、あの公共工事の設計労務単価、先般、先週の金曜日に発表いたしました。 31年度の単価は、今年よりも4.1%増やしました、これは増やしたというか、調査の結果が来年度の単価になりますので、昨年の10月時点の公共事業の 携わる方々の労務者の賃金を調べまして、調べた結果、今年よりも4.1%高くなったということでございます。発表と同時にです、ね、ちゃんと現場の末端の作業をしている方々まで、その上昇分を行き渡すようにということを、大臣からもお願いをさせていただきますが、こうした取り組みが少しでも若手の処遇につながるようにというふうな思いで、こうしたことをしております。さらに 今年の4月から本格運用をさせていただきますが、建設キャリアアップシステムと、職人の方々一人一人にカードを持っていただく、今までは建設業というと、どうしても悪いイメージを持ってた,ただ違うんだと、このカードを持っている人間が誇りを持って、プライドを持って仕事ができるような環境にしていきたい、そういった思いでございます。カードのの枚1枚にに事事業所どこの事業所所どどこ属しているかどんな 仕事をしてきたかどんな資格を持っているか職長さん班長さんどんな経験してきたかこうしたものがカードの中に積み重ねていくカードの色が経験を重ねれば色が変わっていくそうしたことができないかというふうなことを考えておりますその結果技能者のサイドからしますと処遇に応じた技能や経験に応じた処遇が実現されるということ 企業サイドからしますと、現場管理が効率化される、施工体制台帳とかそうしたものを作る煩雑さが少しでも省略できないかというふうなことを考えております。これはこの国土交通省としてもです、ね、建設業、働き方改革、あの先ほどの方は処遇でございました、次は働き方改革、2つ目の柱です。働働き方改革はやはやり長時間労働の是正 あるいは、ちょっと重なりますが、給与、社会保障、そして生産性の向上でございます。長時間労働の是正については、やはり工期を適正化するというのが大事、工期の平準化をしていただく、あるいは著しく短い、布団で短いような工期で設計、受注、請け負をしないといったことができないかということで、今年のこれから出す建設業法の改正でもですね、 著しく不当な工期の受け入れができないような仕掛けにしていきたいというふうに考えておりますそれからえっと戦略的効果これは少しイメージの方でございますあのなかなかやっぱり建設業に対しての悪い印象が多いということもあって建設業のイメージアップのためにですね例えば 学校に回っていって、学校キャラバンをやってみたりとか、現場見学会を開催してみたりとか、そういうこともやりますし、建設業の,その建設現場へ建設現場のイメージアップのためのさまざまなホームページ等による情報発信も行っているということでございます。さ、ま、ら、あ、にです、ね、女性活躍ということで、またなかなかあの建設業の携わる女性の方々が増えない現状にございます。 平成九年の時にはですね、全産業あの従事者の中で6%が女性の従業者でした。今日のあの来ていらっしゃる方でも女性の方が非常に少ないと思っておりますが、それをですね、えっと2016年この女性活躍に取り組もうと決めた時には全産業あ従事者の3%しか女性がいなかったという状況でございます。えそれをちょっと倍にしようという計画を現在作って進めておりますが、えー、っと。 技術者の方はですね、えー、っと2倍近い数字になっているんですが、まだ、えー、技能者、職人の数が、えー、9万人から 10. 点数万人にまでしか伸びてないということで、えー、ここまだまだ増やしていかなくちゃいけないなというふうに思います。えー、人の数が足りないから女性に頼るんではなくって、さまざまな多様な視点で建設業を変えていく、そうした被爆剤となるべく、えー、女性活躍の新たな計画を来年。 策定定すする予定でございますそれからこれがあの今回行おうとしてます技能者の育成ということでございましてさ、えー、まざまな私の取り組みをさせていただいておりますが、まあ、一つはですね、えー、県トレということで、えー、我々が呼んでおりますが建設技能のトレーニングプログラムどうしても今までは それぞれの職場に技術を伝える職人さんがしっかりいて若い人が入ってもそれをちゃんと取り組みを教えてあげていったとそういうことがですね人がいなくなるということのそういうその技能の継承がなかなか進まないといったことをです、ね、いかにそのお手伝いできるかということでそうした映像で職人の技能者を技能を継承するような これはスマホで見れるんですが、まあ、そうしたものを整えていったりですね、あるいは、えっと、こうしたあの1つのところで行うのは無理であれば地域に1つずつぐらいですね、こうしたトレーニングセンターというのを設けてそこで技術の伝承を行っていただくという,ようなこともお手伝いをしております、まあ、さらに多能効果の推進ということでこれが現在我々が進めております今日のセミナーの理由でございますがやはりあの えまあ大手ではで ICT だとかビムシムだとかいろんなことをやってますがやはりあの中小・中堅の建設企業の生産性を向上、図るためにもですねえやっぱり建設技能者の専門え技能の幅を広げていくということが大事なんではないかというふうなことでこれを進めているということでございます。ここにに今年の取りり組みについいいててて書かせていただいておりますが あのやはり、えっと、私どもとしては他ノ子のモデル事業というのを、えー、いくつかグループとして選んで、まあ、その9県選択した田ノ湖の育成なり活用の計画について、まあ、それぞれのところでモデル事業を実施していただいてどういうことをやれば、えー、他ノ子が進んでいくのか、えー、制度的な問題はないのか、まあ、そうしたことについて、えー、我々教え しっかりと検証していくということとともにです、ね、お手元にもお配りしておりますが、手引きを作成して、皆様方にそれを読んでいただくということでございます。えー、今日はあのセミナーがあとね、あと仙台を残すだけでございますが、全国でこうした取り組みを進めてさせていただいております。あの大変あの各会場で今日もなんですが、大変大勢の皆様方にご参画をいただいております。 あの来年以降もですね、こうした取り組みをしっかり進めていくのが大事だというふうに思っております。えっと以上で私の方のお話はあの終わりますが、えー、建設業実は私あの以前ですね、2010年11年ぐらいにやはりこのポジションあの同じ課にいて仕事をした時がございました。その時はまだ建設業自体が、えー、もうどうなるのか、まあ、ちょうど コンクリートから人へとかそういった非常にネガティブな印象で建設業が捉えられた時期でございました。もう明日にも廃業しなくちゃいけないだとか、そのいかにこう他の仕事に移ってもらうかみたいなこともやってたのが私の建設業のイメージでございますが、この間建設業の環境があの大きく変わったというふうに思っています。まあそうした意味もそうした背景も含めまして。 ここ数年の中でしっかりと建設業の環境が良くなる取り組みをしっかり進めていくことが、将来、建設業が将来にわたってですね魅力的な産業であり続けるかどうかの、やはり大,変大切なポイントだというふうに思っておりますので、また皆様方にいろんなアドバイスもいただきながら、建設業を魅力的にしていく取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。 では、あの、私の方のお話は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。<laughs>